大上官府は日本の律令制の下で、大上官が管轄下の所管庁、諸国外へ発令した正式な公文書。官府とも言う。府とは、元来官庁が自己の管轄下にある下位の官庁に出す命令文書を指し、大上官以外の官庁でもこれを出すことができたが、大上官は原則として、他のすべての官庁に対して府が出せたこと、格のような重要な法令も、大上官府の書式を用いて出されることがあったことから、極めて重みを有した。この文書が各官庁、国衙などの政務機関に送られ、実務上の効力を発揮した。例えば、平安時代において、荘園親律の承認を受けるには、大上官府及び民部省府が必要とされており、こうした荘園を官省府荘と呼んだ。大上官府は、天皇の裁可もしくは、国政の枢要を担う大上官会議での決定を受けて、弁管局で文書が作成され、諸子諸国へ発給されるのが、律令上の原則だった。律令初期は、原則通り議政官会議における決定を受けて、大上官府が発給されたと考えられているが、平安中期頃になると、上卿が主催する尋常での決定をもとに、大上官府が発給されるようになった。平安後期になると、官府よりも簡易な形態の官選事や、院政下での院選が主流となり、官府は廃れていった。建武の新政の後期には、後醍醐天皇は臨時の代わりに大上官府を発給することもあった。1960年代の佐藤真一らの説では、後醍醐天皇は臨時万能主義を好む独裁君主であるが、暗愚な政策によって臨時の権威が失墜し、独裁性を形式上制限する。大上官府を発給せざるを得なかったのであろうと唱えられ、後醍醐天皇の敗北と否定的に捉えられていた。しかし、2007年、甲斐の玄洋は鎌倉時代の特性と公家法に関する20世紀末からの研究の進展を踏まえ、大々理造営と時期が連動していることも勘案すれば、大上官府発給は浅木復興の一環とみなすのが妥当であると指摘し、佐藤説とは逆に、公家特性を志す後醍醐天皇の政治構想に沿ったものであると主張した。ありがとうございます。